はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ヒロンジ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。特定秘密保護法違反で、開示トップの酒井幕僚長更迭、これ昔の呼び方で言ったら海軍大将ですからね、いや大事だなって思いましたけれども、防衛省トップの増田和夫事務次官、統合幕僚長、これも大将、陸上幕僚長、陸軍大将、航空幕僚長、空軍大将、情報本部長の最高幹部、計5人を含める延べ220人に処分が下りました。ですけれども、なんか事務次官トップ、防衛省トップ、訓告とか言うんだけど、まあ、口で怒られただけかなんて、思いますけれども、酒井海事幕僚長、海軍大将、漏洩の定義をしっかり部隊に認識させることができず、秘密保全や教育など組織全体として問題があったと記者会見で述べておりました。なんか情報に接触する資格がないものが情報を知り得る状態にあることも特定秘密保護法違反という理解が不十分であったみたいであります。世論です。昭和の感覚、刑事罰はないんかーい。法律作って魂入れず、こういうのって研修しないの？これじゃアメリカ軍に口聞いてもらえなくなるよ。ちょっと前までも国会議員も機密情報を LINE でやり取りしてたんで、しっかりしてくれよ。他国の軍隊も組んでくれなくなるぞ。まあ自衛隊に教えた情報漏れっからなーなんて評判になっちゃったら組んでもらえなくなっちゃいますね。思いつきで動く旧日本軍から全然変わってない。事務次官が訓戒だけかよ。防衛省以外では法違反が確認されていないってのも信じがたいな。これは全部の省庁でチェックさせたんですけど、防衛省だけこういうのが出てきたってらしいんですけど、それも信じがたい。そもそも自衛官のために作った法律なのに周知されていないとか、お粗末すぎると。特定秘密が秘密に指定される特定秘密の6割は防衛省関係だっていうんで、まあそうなのかもしれないんですけどね。試験レース、見ようと思えば見るけど、まさかそんなことしないだろうって性善説で軍隊運用しちゃダメなんだなぁと。玉上さんもですね、自衛隊の後輩を信用してですね、2016年の選挙の時に近くに引き入れて、金ごまかされてややこしいことになっておりましたけれども、自衛隊は身内を無条件で信用するって伝統あるんですかね。まあ自衛隊は日本で一番閉じた世界かもしれない、閉鎖的な世界かもしれない。自衛隊の中に警察もあるし病院もあるし、自己完結、どこまでも自衛隊だけで行ける組織なんで、閉鎖的だから中の結束が強いのかもしんないですけれども、あと閉鎖的っつったら何、検察とかさ、弁護士会とかさ、裁判官も世間知らずですよね。東京新聞は自衛隊を叩く目的で詳細に記事にしたんでしょうけれども、そんなことをするとですね、今後ちゃんとやろうってことになって逆効果なんじゃないのかなー、思ってしまいます。早急にですね、アメリカ軍に教えてもらってマニュアル作るべきですね、これね。石破元幹事長、総裁選の公約に円高時に設定した金額だとして防衛予算見直しを含める考え。その前にこの人は20人の推薦に集まんですかね。この人はめちゃめちゃ人望ないって聞いてますけれどもね。15人ぐらいいた石破派っていうのもなくなっちゃってるし、いつの間にかなくなっちゃってるしね。世論です。見直して、どっちに見直しで、円安が進んだから総額増やさないとアメリカから兵器が買えないってことか。公安の予算増やすのが優先かな。こいつは絶対ログなことせん。円安前の話と切り出すなら増額と考えるのが普通だよなぁ。円高の時に設定した金額だからっつってんだから、今円安だから予算増やせって方向に見直しなんでしょうね、多分ね。どうもこの人言うことは
の具体性がなくてよくわかんないですけど、2024年今年の防衛予算は 8.9 兆円でした。 GDP1% っていうですね、わけのわからないどっから来たのその数字っていうあの自主設定から 1.6% まで増えました。 8.9 兆円が、1.6% ってことは500兆円ぐらいなのかね。NATO 参加資格の 2% まで、あともうちょっとですね。これ 2% 達成したら NATO に参加できますね。NATO が 2% 以下の国を入れたくないのは、お前ら自国の防衛サボってるくせに、俺らの仲間に入れてもらって、安全保障のただ乗り、俺らに守られてもらうつもりなんだろうということで、防衛予算、防衛費 2% ぐらいない国はダメです、なってますけれども、防衛予算は順調に増えてるんですけど、自衛隊員の待遇は停滞してんで、募集しても予定の半分しか応募してこないみたいなんですよ。100人募集っていうとこ50人ぐらいしか来ないんだって。やばいっすね。兵は国の大事なんだから、もうちょっと自衛隊の給料上げてあげてよ。年収1000万円で新兵募集って言ったらすぐ埋まんじゃねえの。日経記事、日本の商品の約 40%、 約1400品目が中国製、家電は9割、化学肥料の原料となる磷鉱石などが中国製をですね、ちらっと報じたのを中国網っていう中国のメディアが再報道しておりました。日経新聞によればなんつって、そういうことでね、世論です。だからどうしたって記事なの。そんな俺らと敵対するんだってことが、レアースで大自爆したことを忘れたの。それはなかったことになっている。 TPP の関係でだんだんと依存度は減るだろう。中国が世界征服を諦めれば済む話。安いから買ってるだけで、まあ他国へのシフトは可能だがね。必死になって日本は中国依存だと主張してんのが笑える。中国の工場で作らせてるってだけ。iPhone もルンバも中国製とは思ってないぞ。家電やパソコンは外国企業が外国の技術で中国に立った工場で中国人に作らせてるっていうのが構図であります。中国が提供してるのは人民の労働力だけでね。巨大な派遣会社っても言ってもいいかもしれないですね。中国で生産されてもそれを中国製っていうのはちょっとね、 iPhone とかさ、中国がダメになったら他の国に移動するだけで替えが効かないわけでは全然ない。全然替えが効く。嫌なら移動できる。昨年の磷鉱石の輸入は約31万トンでした。半数が中国で、あとはモロッコ、南アフリカ、ヨルダン。遠いなぁ。中国が多いのは近いんで、船代が安くて済むのが原因ですかね。これも何が何でも、中国でなくてもいいですね。何がなんでも中国製じゃないとダメだっていうのを、そういえば一つもねえな。中国共産党御用新聞の中国網がわざわざ日本版でこれを記事にする理由はですね、だから俺らの機嫌を損ねるなってとこですかね。よっぽど経済がダメになってる兆候かもしれないですね。ちなみに嫌がらせでレアアースの輸出やめたら、使わなくて済むように技術革新されちゃって、ただただ自分らの収入を減らしただけだったって事例はなかったことになってます。中国共産党は間違えないっていう建前なんでね、なんか言うやつは埋めてしまえばいいですね。立憲と共産の架け橋、市民連合、ここはググったらですね、ソ連好きのおじいちゃんの集まりでした。法政の山口二郎って蛇みたいな顔してる人も入ってるんですけど、一生懸命に応援した蓮舫さんが1年後には忘れ去られているのでなければテレビのコメンテーターになってそうな泡沫候補に抜かれてしまったのは深く傷つく経験となりました。これ一人しかいねえね、石丸伸二のことですね。水に落ちた犬は叩けと蓮舫さんバッシングが止まらず、共産党のせいだとまで言い出す人もいます。共産党のせいなんじゃないの。世論です。そういうとこやぞ。腐っても元市長やぞ。傷ついた共産市民、お前ら人民連合だろ。蓮舫が泡沫候補以下って言いたいのかよ。そういうのいいからシール剥がしてよ。傷つくのはいいが、いちいちアピールするのは気持ち悪い。石丸伸二の得票は
165万票、蓮舫は128万票、結構な差つけられてるんですけどね、165万票ですね、泡沫候補っていうには無理がありますね、これ。つうか、市民連合は石丸に投票した165万人を敵に回してるんですけど、それって大損じゃないの？黙ってりゃいいもの、わざわざ大量に敵作る必要なかったんじゃないの？これも脊髄反射で口答えで、黙ってらんないんですね、パイロってね。んなことだから支持されないんじゃないかと、お前ら人民連合だってこれいいっすね、今後使わせてもらおうかな、お前ら人民団体だろうとかさ、市民団体とか名乗ってることが多いんでね。今日の単身です。松本人志の弁護士が文春側の証人女性を探偵使って尾行させたり接触してですね、1億円で出廷をやめてほしい、証言をやめてほしいと交渉したりって文春記事でごちゃんが大盛り上がりになってましたけれども、真偽不明なんで取り上げないと。厚労省発表、2026年に介護職が25万人不足すると、必要な介護職約240万人と見積もられてるんですけど、215万人しかいないんだって、介護が必要となる高齢者のピークは2040年に訪れる模様を、団塊世代数多いんで、この人らが2040年って90歳ぐらいですか、にその介護が必要だってピークが訪れるらしいんですけども、ピークに合わせて増やしちゃったらその後どうすんだって問題もあるんですね。人口減ってくんだしっていう。NTT 東日本と西日本、来年をめどにタウンページを廃止する方針。まだあったんだっていうのが正直な感想なんですけどね。あれ、住所も載ってましたよね、昔のにはね。今のはどうだか知んないけど、個人情報保護的にどうなんだって思ってました。中国共産党が今年の防衛白書に発表、日本のね、防衛白書、中国脅威論を言い立てている。強烈な不満と断固とした反対を表明。なんだ、いつものか。敵国に不満を持たれるのはいいことでありますね。バイデンがゼレンスキーをプーチンと言い間違えた NATO 首脳会議にも発表示唆し、いつもいつも強烈な不満なんですね、こいつらね。中国が脅威じゃなければ、どこが脅威なんだって話でね。なんか泥棒がですね、泥棒じゃありませんって言ってる感ありますね。釜山市議会に旭日旗禁止条例案提出、日韓総演がはかどっちゃうから、これはぜひ可決成立してほしいですね。ついでに日本観光も禁止してくれないかな。どうせ来てもですね、中国人の4分の1しか金を落としていかないしね、フランス人の5分の1しか金使っていかねえしね、7万円つったかな、韓国人観光客が1人当たり7万円だいたい落としてる。フランス人が36万円、中国人が30万円ぐらいだそうであります。すとフランス人は家族で、4人ぐらい の観光客見ますけれども、そうすると家族で行くと1人当たりだから140万落としてって使ってってくれるのが結構なもんですね。観光地混雑して迷惑なんですよね。金は使ってがねえわ、数は多いだね。中国人観光客に来てほしいって言ってるわけじゃ全然ないですけどね。どうせだったら日本観光禁止法を作ってもらいたいなぁ。そうすると新大久保あたりのハングルの看板もだいぶ変じゃねえかな、思ったりします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。